はい、えー、それでは皆さんこんばんは歴戦に講師の運野ですそれではあいよいよですね2022年の合格目標、えー、直前卓一過去問絞り込み講座の、えー、第1回目の講義を開講させていただこうと思います さあ,あのこの講座、あの第1回目の前半部分、えー、ぜひですねあの皆さんに無料体験してほしいというようなお話をさせていただいておりますから、今日は前半部分だけの参加という方もたくさんいらっしゃるかと思います、えー、そしてあの今、YouTube ライブ配信、えー、並びに各レックの本校に、えー、同時中継流しておりますので、そちらでもたくさんの方が聞いてくださっているかと思います。えー、昨年よりも非常ににたたくさんのお申しし込みいただきまして、えー、あの本当に、えー 背筋が伸びる覚えでただ、私はこの講座にもう、えー、講師としての自信、ね、のすべてをかけておりますしその自信、えー、があるだけでなくちゃんと結果も出させていただいてますのでもう皆さんには胸を張って、えー、この講座についてはあのご紹介をさせていただける次第です。 そして今日はですね、えー、結果的に受講されなかったとしても、まあ、あの昨年受講されたというような、えー、あのそういった経緯があればなおさらですし、えー、受講されなかったとしてもどういうふうに勉強していけばいいのかという道筋だけはしっかりと持ち帰っていただけるような前半の講義という形にさせていただきますので、えー、前半戦はあの内容をガツガツお話しするというよりかは、えー、勉強方法の計画の立て方のところにですねあの趣旨をさせていただきたいなと思っております。 さあ今日はあの持ってきていただいているものをちょっと皆さんあのいくつかアイテムがございますのでまずはそれを確認していきたいんですけれどもお申し込み済みの方とお申し込み済みでない方とがいらっしゃいますから必ずしも一致するとは限りませんがまずお申し込み済みの方から申し上げますと直前択一過顧問絞り込み口座民法の 問題集ですね、問題集民法の問題集、民法全1冊となっています、で右下のバーコード番号が22351、222022 22年向けということになっています、こちらの直前卓越確問絞り込み講座、民法で全1冊という形になっています、ちょっとこれ、私が自分で書いた22って書いてあるんですが、民法ですと全1冊、これを今回、並びに次回お持ちいただきたいと思います。そして同じく <laughs> えー、こちらのちょっとプレゼンター用というふうに書いちゃったんですが、えー、レジュメレジュメの民法不動産登記法丸1民法が丸1不動法が丸2の部分となっていきます。こちら SU22357 でこちらの無料体験の方には無料体験版をお渡ししておりますのでそちらがあお手元にあるかと思います。そしてですね、えー、あとはあのお前半部分の えー、第一回目前半部分の版書というのを皆さんにお渡ししていると思いますで、ごめんなさい私もこれ自分で今丸つけたんですわからなくならない2022年、えー、前半部分の版書ですね、えー、前半部分の版書というのがお手元にお渡しされているかと思いますこの後大変申し訳ないんですが後半部分の版書はお申し込み済みの方のみ、えー、後半部分の版書をお渡しさせていただきます、えーえー、前半部分の版書のみあの無料体験の方も踏まえて、えー、前半のところ、えー、でもってです、ね、お渡しをしていきます のでそちらをまずは使っていきたいといとうところになりますそしてこの講座を受けていただくにあたって1つその今日の講義ならびに次回の講義といいますか10回の講義がついているんですがこの10回の講義のためにそれぞれの科目のこのピックアップされた絞り込まれた過去問を 事前に解かなければこの講義を聞くことができないというシステムにはなっておりません。システムというかそういう風な講座にはなっておりません。つまり今日何問か過去問をやはり皆さんにご紹介していきますけれども、その過去問を解いたことがないのにもかかわらず講座を聞いていいのかというご疑問はですね、たくさん寄せられてるんですが、それは大丈夫です。えつまりこの講座を聞くにあたってここのピックアップした絞り込んだ過去問を事前に解いていかなければならないという風にはして。 おりませんので、あのそこのところね、あのご安心いただきたいと思います。ですから今日申し込んだはいいんだけど、昨日このレジュメと問題集が届いて、えー、全くね中の問題も見てないで今日来ちゃっていいんだろうかというようなご質問も相次いでいただいてるんですが、大丈夫ですから、えー、そこはですねまずご安心いただきたいと思います。そしてじゃあこの講座のコンセプトはじゃあ一体何なのか、何を皆さんにね提供したいのかということなんですが、まず1に、えー、絞り込んだ過去問をぐるぐる回す。 それが直前期のの勉強方法の王道だ。まあ、もちろん題材は過去問でなくとも別に構わないそれは私もあの賛成です、えー、ですけれども多くの人にとってはやはり過去問が一番安心だということは常々思ってますでもその絞り込んだ過去問をぐるぐる回すじゃあ絞り込むってどれぐらい、えー、一つの目安がやはり10年分というような過去問の数になってくるかと思います。で <coughs> もちろん1問しか出ない、えー、民事執行法や民事保全法などじゃあ10問でいいのかというとそれは少なすぎますからさすがに、えー、10年分というのはあの間違いですので間違いというかそれはちょっと少なすぎますので適宜そこは増やすとしても民法など20問、えー、出るようなものに関してはやはり10年分というのが一つの目安になってくるとじゃあ単純に令和3年から遡ることを10年分でいいのかというとそれもまた違うと思うんですね。と言いますのも推論問題を繰り返しの題材にするのは不適切。 だと思いますしまあ、水路問題は同じ形ではなかなか出にくいからですえー、そしてまた10年以上のサイクルを持って出てくる論点というのが少なからずあります例えば放火だいたい15年サイクルね、えー、だとかあとはあのそうですね初めてやはり出てきてしまうような論点というのもあるわけですそうなると、えー、10年の中に出てこない、えー、サイクルの問題の論点落ちが起きてしまうじゃあその論点落ちを減らしていくために、えー、どうすればいいのかと それはすべての論点から、えー、必ず1問以上をピックアップして問題を分別、精査分別していくと、えー、そういったような作業によってとにかく絞り込みながらも論点落ちのないように、ねえー、していこうというようなことをまずはこの問題を絞り込むにあたって、えー、まずはそこを重点を置きました。そそしてさらにその 出題が必ず毎年出てくるような例えば177条の物件変動ですとか即時取得ですとか、えー、またはです、ねあのー、定等権の論点などほぼ毎年のように出てくるところに関してはそうは言っても10年分に絞ると言ってもです、ねえー、10代だけというわけにはいかないわけです。ですからそのある程度の論点がよく出るところに関しては多めにピックアップをしつつ。だけれども、 その論点論点というのは、論点、論点と言ってもちょっとわからないですよね、えー、皆さんあの、民法を持ってきていただいているのであれば、この民法のおいわゆる絞り込み過去問一覧表という冒頭の部分のところをご覧になっていただきたいと思います。無、え、無、ー、無料料料体体、えー、体験験験のの方方にに、も、用教材 ① ないのかな丸 1?、うん、あ,あ,ありますよね丸1の,ところで、えー、のところにあの絞り込みの部分って載っているかと思いますからそちらをご覧になっていただきたいんですがこのここがですねいわゆる合格ゾーンの、えー、体型番号と呼ばれる部分なんですあのこのほら 1A の1とか 1B の1とか 3A の2とかってあのレックの合格ゾーンは体型番号その体型番号というのは論点,通り論点の項目、えー、を並べて い、えー、ったものなんですけれどもこれがもうそのレックでいうところの体系番号なんですねで、その体系番号の <laughs> 論点から最低でも1問必ず拾い上げましたで、えー、ピックアップしました選択は私が自分でやっておりますで。 その選択の基準はとにかく一番良問を選びたいね、えー。同じ論点と言ってもですね、やっぱり良問と、えー、難問、疑問に分類されるようなまあ何これっていうような問題が出るとしかあるわけです。で、そういったことをですね、私の目線で選抜しまして、えー、例えば例えばですよ。あの。<laughs> 所有権の一般これれ多分あれですね所有権の一般ってことは富豪とか添付の制度とかですね富豪、混和、加工などの所有権一般だと一番ベストな問題として平成元年の4問目15年の10問目21年,の10う21年の11問目23年の10問目この4問が一番ベストだと私自身が判断したのでピックアップした。というようにこの平成元年もしかしたら皆さんはあね 直近の20年分ぐらいの問題のみを今までやってたという方にはもともとお目にかかってなかったかもしれない平成の頭の問題を入れるということもいとわ,わずにというかそれはもう選択として必要だと考えればあの入れております。 そしてですねそのほか昭和の年代は今回はあれかな昭和の年代はちょっと少し排除したのかなでもあの例えば債権法改正によって債権分野はやはり過去問の中に債権法改正点のところが出題が弱いというものに関してはここら辺 J の3の2とかって。 これあの実力要請答連の令和3年版の問題、ちょっと型落ちではありますけれども、もちろんそちらはしっかりとチェックをして、えー、あの皆さんに解いていただけるに耐えうるものを選択しております、実力要請答連から一部問題を持ってきております。 えー、そしてです、ねまあ、例えば親族相続の分野において平成31年の配偶者居住権についての過去問は出ていませんから配偶者居住権の問題は、えー、j の4の9という形で、えー、今年の実力要請討論の問題を入れているという形であのピックアップの際に補強をしております。つまり論論点点落ちののないように全ての論点から 1、えー、一問以上の問題をピックアップしかつよく出る論点についてはとにかく私が両問を選択した実態もうあので絶対の自信を持ってもうこれだけやってれば受かりますよという胸張って言えますだってそれだけの方は、えー、送り出してますからもう自信を持たざるを得ませんし、えー、自分自身としてですねこれはもう一点の限りなく皆さんにおすめをできます。でこの問題 <laughs> 不動産投機法、会社法、商業投機法、そしてマイナー科目でも同じような目線で持ってピックアップしている、まずはこのように、とにかく回す題材で皆さんを迷わせたくないえという思いから私が責任を持ってピックアップし、そして一冊にまとめました。ですから、<coughs> 今まで合格ゾーンだと4冊に分かれていた民法のものをとにかく1冊にまとめる、それによってまあサイズを若干大きくしまして B5 サイズにしておりますで。もちろんお手持ちの皆さん合格ゾーンの結局編集し直したものに過ぎないわけですがでも1冊っていうねこの1冊を民法はやればいいということによる心理的負担というものもの負担の軽減というものも絶対あると思うんです。 でこのようにまずこの講座のコンセプトはとにかく回す題材について悩んでほしくないそれを一冊にまとめましたよっていうのがまずは一つなんですそしてもう一つこの講座で一番皆さんにお伝えしたいことはその回す題材が分かったって回す方法を知らなければ何にもならないそこで回す方法つまり具体的な学習計画を皆さんに提案をしていきますこれはここから4月3日からスタートしていただく過程すると13週間本試験まで13週間となります その13週間の毎日何をやるのか、ね、ということを全てですべ、ねえー、て、えー、皆さんにあの提案をしていくつまりさあ一体何をやればいいのかということのないように、えー、もう皆さんに毎日やることをもう 問題数からフィックスさせて、今日は民法何問、不動産東京法何問、そして憲法刑法何問、例えば民訴何問、ねで、合計何問が今日のノルマだ。 じゃあ次の日は民法何問、えー、消灯法、会社法何問、ね、そして、えー、民質民法、供託書士で合わせて何問なのかとにかく毎日毎日何をやればいいのかということを悩むことのないようにもう決められたもうスケジュールをただ淡々とこなしていく、ね、その具体的な方法をこれからお話をしていくだからとにかく直前期の勉強において皆さんを悩ませたくない、ね、机に向かってさあ今日何やろう なんていうふうなそういったため息から漏れるため息から始まる勉強、えー、でもって受かるわけがないんです直前期っていうのはもう1分1秒惜しいんです1分1秒惜しいのにその机に向かったのにさあ今日何やろうかなんて言ってるようではとてもその年の合格はもうおぼつかないと思ってほしいそんなに甘い試験を皆さん受けてるわけじゃないそれはもう分かってらっしゃるともそんなに甘くないんですよこの司法書士今非常に景気が良くてそれこそ私も,もうこの年度末もう体がいくつあっても足りないほど 実務の仕事をたくさんいただいて、まあ、本当にてんとく前にやっておりますもちろん皆さん方へのサポートを怠るわけにはいきませんからそちらも全力でやっておりますし本当にでもありがたいことに非常にたくさんのお仕事をいただいておりますそしてこの流れはですねそうここ23年いきなり小処置がガクっとこう将来的になんていうんですかねあの社用をしていくなんてことはちょっと考えにくい相続登記義務化のお話もあることからですね非常にあの 私たち今司法書士非常に心の中でみんな元気にあの将来のことを計画してそしてその将来を懸念するというよりかむしろ将来もっともっと忙しくなるじゃあ人を増やさないというようなですねそういったような議論を活発にしているようなところですですから皆さん方が受かりさえすればねその非常にこう司法書士を取り巻く現状というのは受かった後非常にあの。 暑いものとなることが予想されますから、まあ、そういう中で、えー、とにかくこの直前期ね、えー 何もお、ね、ある意味今までの生活を変えずに何もお、まあ、ある意味失うものもなくのほほんと過ごしてたら受かっちゃいましたみたいなそんな試験ではありませんから、えー、何かしらをやはり犠牲にしてでかなり皆さん方も無理をしていく3ヶ月になっていくと思いますですがその先にあるのが、ね、絶対合格であるようにですねそのための目に見える計画を提案していこうと思います。 ですから、この講座のコンセプトは二つなんです。とにかく四月三日スタートとさせていただいて、そこから十三週間の何をどうやるべきかを具体的にお話しします。で、た、えと、ー、えこの講座を取らなかったとしても、今日の前半部分を聞けば、どうやって計画立てるのかは青写真がつきます。ね、立てられます。ですから、それを使って、とにかく組み立ててほしい。で、もって、あとは、その決めた。 スケジュールをただ、ひたすら淡々とこなしていってほしいということですからこの10回の講義はじゃあ何のためにあるのっていうとですね実はもう4月3日から皆さんにも3日以降のスケジュールはもう今日の段階で超えてやるんだよってお話ししますからえそうしましたらあのもう淡々とスタートしてほしいんです。いわゆるあの 通信講座で受けてくださっている方民法の配信が4月3日までに来ないんですけどみたいなそういうご質問をたくさんいただいているんですがあの講座でもって勉強するんじゃなくてこの講義で勉強するんじゃなくてもう今日聞いた勉強のスケジュールでもって4月3日からもう自分で勉強してほしいだからどんどん自分でも勉強を開始していってくださいで講座の講義か講義講義10回分はむしろ、えー これはオプションだと思って欲しいんですオプ,ションオプションというのはあの別に聞いても聞かなくてもいいという意味のオプションじゃなくていわゆる横断整理を皆さんに提供していくちょっと今日お話をしようと思っていたんですがレジュメがいいていますよねこのレジュメ一体何なんですかというとレジュメ一体何なんですかと言いますとですねあの実は講義の中で皆さんにこの問題から 合格者だったら合格レベルにある受験生だったらここまで広げますよっていうようなあ横断整理の図表を提供するそれがこのレジュメの主なメインだと思ってください今日無料探検の方にもお渡しをしている部分にもあります通り例えば3ページのところには時効、除籍期,期間以外に民法の条文上期間というものが論点になる箇所期間が論点になる箇所というのはこれだけあるんですよ。 でこの期間全部覚えてますか、まあ、もちろん全部覚える必要があるものとそうでないものもあったりするんですけれどもまあでも代表的なものいわゆる普通失踪は7年で特別失踪は1年だとかね共用物不分割特約は5年以内で,で不動産質権の存続期間は最長10年以内だというようなとにかく期間というものが論点になってくる条文、えー、皆さんねあの3ページ4ページにまとめたから、えー、これをちょっと確認してね。 でなんでこんなことするかというとこれ後であのやりますけれどもちょうど今日の問題冊子の冒頭3ページ目、問題冊子の冒頭3ページ目、自然人についての平成19年の第6問目の問題をピックアップしたんですがこちらにです、ね、足の「い」のところに。まああ 足のいいのところにいわゆる取り消し権についての無効、ねえー、主張をすることができる期間について、ね、それが無効、えー、主張をすることができる期間が5年以内にすることが、えー、あいいのか取消し権か取消し権について。 追認するることができ時時から5年行為の時からら年の十年。でその5年と20年というのが一つ論点になっているとじゃあその5年というこれをきっかけにあれじゃあ民法の中でほかにこういった期間が問題になる箇所ってなかったっけ、えー、なんていうふうにやはりあの合格レベルに来てる人はこの問題をきっかけにあれここはまあ 足は合ってたけれども、あれでもちょっとこういった期間が問題になる論点って他になかったっけっていうのを絶対気になるんですよ。絶対気になるんです。で私もあのこの足をきっかけにこの足は解けたんだけれども。 これに紐づ付けて他に機関が問題となる点ってなかったっけ?」なんて言って「じゃあちょっと調べてみよう」なんて言ってその問題から少し脱線をして調べてでその調べたものをこの過去問の間に挟んでね。で、またまたあれですよ例えば次の5ページの問題のところ平成22年の4問目4問目これ家庭裁判所がですね、えー 不在者の財産管理人としてデイさんを選任したなんていう足の位がありますよね5ページ目の22年の4問目の足ので、そうするとこれ家庭裁判所の許可というのが論点になっているというのが分かります、えー、問題冊子の5ページ目の足の位です火災の許可が必要ですか否かということを聞いている問題なんですそうするとこの足自体は分かったとしてもこの足をきっかけにあれ火災の許可が必要な他の論点ってなかったっけ 絶対気になるんですよじゃあ火災の許可が必要なものをえこの際一挙にまとめてみよう7ページレジュメの7ページにそれ載ってますよね。でこうやって実はこれ私があの今から二十うん年前にもうし四半世紀前にっていうかもう正確に言うと27年前27年前。 27年前にの実は私自身がこうやってやって勉強していったんです一つの問題から「あれこの足は正解できたけどこれをきっかけに火災の許可って他にもいる場合あったよな」って「じゃあ調べてみよう」で脱線をする、ね、脱線をしちゃうでもそれを調べるのは当然時間かかりますから時間かっちゃってもう一問やるのにまあえらい時間かって決められたノルマがなかなかこなせない、ね、ああこういうのまとめられたものがあらかじめあればいいのになんて言ってもちろんブレークスルー当時はブレークスルーと言わずに「オールマイティテキスト」って言ってたんですが「オールマイティテキストだとか えー、例えば模試の、えー、解説のところにまとめの図表なんかがあったりしてそういうものを活用できればよかったんですがやはりそういったものがもともとないものは自分で作らざるを得ない、ね、で自分で作ってそれを問題の間に挟んどいたんです、ねね、そしてまた次の問題であれこ,ここの問題からきっかけにあれなんかちょっと全員無価欠が必要な場面全部うあの調べてみたい。ね、またはあの 例えば、訴求項があるものを全部、えー、まとめてみたいそういった欲求が毎回、毎回問題のためごとに出てきてでもそれにまともにたむ向き合っているともうある意味時間もかかってしまってなかなかよほ本日の予定が進まない、ね、だけれどもそれをやることによって確実に力がついているという、ね、あの実感はあった、ね、一問をきっかけに横断整理をしていくそれによって、えー、似て非なるものをまとめていくという作業が非常に自分の力になったことは実感していたんですね。ねででもなんせ時間がかかるでそこでこの講義 10回というのはそうやってこの問題からここまで横断整理してみたらどうですかという一つの私から皆さんへの提案それをレジュメにまとめたんですでこのレジュメあの必ず偶数ページを白紙にしています、まあ、もちろんあの奇数から偶数まで2ページ以上にわたっているものは偶数ページが白紙とは限りませんが例えばレジュメの5ページの民法上他のものの同意が必要となる場合の裏は白紙ですよね。 でこれ、えー、また7ページ、民法上、火災の許可を得ることができるもの、得なければならないものの一覧表の裏も白紙になっています、これはなぜかというと、これを、あのー、切り取っていただいて、B5 サイズ、えー、これ、ホチキス止めですから、容易にカッターで切り取っていただくことができます、切り取っていただいて、問題の間に挟んでおいていただきたいんです、挟んでおく、ね、だから後ろを白紙にしたんです、で挟むことによって、この問題集をこれから皆さんに13週間で最低3回、 最高で5回の回数回していただこうと思ってます。それはこの後お話をします。具体的に、でその3回だとか5回回す過程で1回目の時から挟んでおけば、最低でも2回3回ねこの図表をこの後も回すたびごとに見る。 ことになりますそうすればですねその問題を解きながらああこの問題からここまで、えー、広げていくことが進められたんだよなじゃあ一緒に見ていこう、ね、挟まっている図表を問題をやるたびごとに確認をしていくでそういうふうにやって問題の間に合間合間に挟んでいくことによって1問を1問にとどめない1問の問題を1、えー、問5足の問題をその、えー、10足分まあそれはちょっと言い過ぎでも、えー、5足の知識を 7足8足5個の知識を7つ8つにまで広げていくことがこれによって可能となるだろうってそういったようなことを皆さんに提案をしていきたいとそのための講義だと思ってくださいですから事前に別に過去問を解いていなくても大丈夫なんですよ。過去問をを解いていいてててなくても講義聞ということにはならないそれは講義の中で説明するのは問題自体の解説をすることもありますがその問題自体の解説というよりかは この問題をきっかけに合格レベルにある人だったらここまで思い至るよここまで広げていくんだよでも逆に言えばここから先はやりすぎだよっていうね、そのデッドラインを示すことにももちろんなりますし、えー、1問を2問分3問分の知識に広げていくっていうのはそういうことなんですただ無駄に何でもかんでも広げればいいってもんじゃないからそのための方向性を皆さんに見せるためでもあるって。 この直前期に図表学習図表を暗記することによって、ものすごく点数が伸びるねえー。そういう風に言われてます。間違いありません。でも、その図表っていうのは、やはり皆さんがブレイクスルーだえー、実践力だ。他のテキストで手に入る図表というのはやはり似たり寄ったりでえー、その独自な視点でもってまとめられた。図表というのはあまりあの自分で一から作るのも大変ですしね。なかなかあの。 こういう図表があったらよかったのにっていうような要望というのをですねあの今までもお感じになったと思いますできる限りそういうものをですねこちらの方で図表化して皆さんにレジュメという形で提供をしていきます。たただしでですすねそううういことと言言去年われんよ 結局なんだよ自分の初級講座とかで知識出しをしみしてんじゃないかみたいなことを言われたんですけど違うんですよもうま皆さんもねあの私には何言ってもいいと思ってるみたいであのまあ、皆さん辛辣なご意見を言ってくださいまあ、それは非常に貴重なご意見で私はもう真摯に受け取ってますけれども違うそれは違うなとあのですねあの情報っていうのは、えー、皆さんが受け取る準備ができているときに与えないとあの差し上げないと何にもならないんですでその初級の時またはあの中上級講座であってもインプットを中心にやるべき時にそういった情報を渡ししてもですね。 多分あの吸収する準備ができきていいららっしゃらななそののの準備ができるのがででるやはりこの直前期なんですですからやっぱり一番で、ね、吸収していただけるタイミングでこの情報をお渡ししたいもちろん中には初級講座や実践力の中で渡したものと同じものも含まれてます、えー、ですけれどもそれはちゃんとこちらで、えー、取捨選択をさせていただいてますので、まあ、もちろんあの文句をおっしゃるのは全然構わないんですけどただ私は別にそんなそのね、えーまあんま大きな声で言えませんけど別にレックの、えー 私は社員ではありませんしそういった意味ではあのちょっと精査に精査を重ねた上での判断だということはどうぞご了承いただければと思います。ですのでレジュメにつきましてはあの自分でこう挟んでいっていただくそうするとねもうこんなの蛇腹みたいにこうなんかもう扇みたいにこう広がっちゃってもう去年これで合格された方先生こんなになっちゃったよみたいな感じであのもうね、えー、もういろんなものを挟んで,でもちろんこうやって挟んでいくと勘がつかめてくるんで自分があ そういえばブレックスルーにあったあの図ここをちょっとコピーしてこの問題の間に挟んでおきたい、ね、という欲求が生まれるんですよ。そういうのをどん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 自分で挟んでいくともうあの本の形態をなさないというかもういろんなものを挟んでものすごいこうねこんな状態になってしまうようなアコーディオンカーティンみたいな状態になってしまうような、えー、ぐらいまで挟んだ方もいらっしゃいますけど面白いんですがそれを2周目3周目過去もやっていくうちにあこの図表もういいな 抜くでまたは場合によっては違う問題の間に挟み直すまたそういった挟んだものに関してはどんどん新陳代謝をさせていただくと最終的に最後4週目または5週目ぐらいまでいくとすんごいスリムになってくるんです。 もういいなってものをどんどん抜いていくと本当に自分が欲してる表だけが挟み込まれたまま残る形になって何でもかんでも最初は分かんないから挟んでたものがどん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 精査されていくそういったようなことがね現象がやっぱり起こっていたようですからしめしめとそういったあの経緯を皆さんから聞くに従って。 あの私が思っていた通りの,です、ねえー、あの流れ推移をしていただいて非常にあの嬉しかった覚えがあります。ですので、まあ、そういった形でこのレジュメを利用していただければなというふうに思っているところです。でレジュメの中にはです、ね、若干ちょっとそのあの私、前日に予習するというのはなかなかちょっと難しくて当日に予習してから予習朝から予習して夜の講義に臨むということが多いのであこの図表をレジュメに入れ忘れたなんていうものが突発版書で発生することが あるかと思います。大変申し訳ないんですが、あの、えー、通学クラス若干受講料高めにさせていただいている関係で、通学クラスの方には突発番書はこちらで印刷をしてお渡しをさせていただきます。ただ通信で聞いてくださっている方、大変申し訳ないんですけれども、あのご自分で突発番書が出ましたときにはプリントアウトをお願いします。そう何十ページにはならないかと思いますので、えそちらはどうぞよろしくお願いします。 さあそれではそれを踏まえてじゃあ肝心のその勉強方法についてのアドバイスなんですが今日、その突発板書の前半分の板書というのをちょっとご覧になっていただきたいんですがこれはどうなる今年の本試験のところでもお話をしていますからお初の内容ではないのですがちょうど7月3日、今年の本試験まで4月3日から13週間の期間となっていきます。えー、そのの13週間の使い方、えー これあの3つのパターンに分けさせていただいたんですけれども、えー、初受験の春生、えー、15ヶ月合格コース春生、えー、4月スタートで、えー、今ちょうど勉強始められて1年という方でこの春生の方が一番上で、えー、若干、それよりも、えー、半年ほど前から勉強始められた秋生の方が真ん中。 そして2回目以降の方を一番下とさせていただいて3つのプランをご紹介していきます。でちなみに昨年、えー、一発合格された方でこの直託を受講された方4名いらっしゃったのかなであの春生2名秋生2名だったんですがその、えー、こちら春生のパターンでいきますと一回し、二回し三回し、四回しとなります。 でそれに対して飽き性のプランでいくと1、えー、回し、2回し3回し4回し5回しになるので1回回数が多いということになりますただしこの4回しか5回しかの1回の回数の差はそこまで合否に直結はしません、えー、むしろ3回やるか3回未満か,未満かというところで非常に大きく変わっているというのが例年の傾向です。 ですから3回を死守するということさえ守っていただければですねそれが4なのか5なのかというのはあまり大きな差はないでもちろん多くやればいいというのは確かにその通りなんですけどただですねもう 機械のようにですねとにかく多くやることばかりに目がいってしまってもうノルマ達成だけにあの、えー、終始してですね結局、えー、もう機械のようにやってるだけで考えていない、ねはい「はい丸はい、○×い丸なんて言ってもう機械的にやって全然中身を考えていない頭使ってないなんていうそういう状態になってしまって「回数市場主義ですねで7回やりました」「でも全然伸びませんでした」とかってあの言ってきてもう。 詰められたことあります先生が多くやればいいって言ったから「私は7回やったのに7回ししたのに全然伸びなかったじゃないですかどうしていくんですか?」とかって言われたことがあったんですけどいろいろ話聞いてると「1回目からじゃあ何週でやったの?」「1回目からもう3週次2週 1, 週1週1週1週」とか言って「じゃあ1日は150問超えてたでしょ150問超えてました」って、ね「でもとにかくやるって決めたからやったんです」じゃあ1問あたりどれぐらいでやってた?ね」「2分です」とかね。 もう2分じゃ全然考えててないいよねっていうその、えー、とにかく多くやればいい、ね、そこに凝り固まってしまって多くやるっていうのはあのもちろんすごいこと素晴らしいことなんですけどあのそれでももっと大事なことがありますのでこの後ご説明しますけれども。 やっぱり初学者だったらマックス５回しっていうのがもう限度だと思います。で、私は４でも、えー、下手すらあのいや私はもうそれだったら３にするっていう選択もあっていいと思う。６、４、３とかね。６、４、３でちょうど３。まあ最後の一周で回すっていうのは割と結構あの貴重だったりするからまあ６、４、４。 633だと6331とか、ね、いうような形にするとか、まあ、まあいずれにせよこの,この3回以上回せればこの最初が6週間次3週間2週間で弱点インプット挟んで1週間なのかそこを6331なのか、ね、というのはもう皆さんにお任せをしていきたいと思います。 でそのための計画の立て方はこの後やりますから大丈夫です、安心してください。で2回目以降の方であれば、えー、いわゆる最初四4週にしてで、3週、2週、2週、これで4回ししますよね、そうしましたら、ファイナル同練公開模試をの問題を、それまで、 受けっぱなしにしてしまっているでしょうから受けっぱなしというのは受けたその日に復習をしているけれどもこの直託の問題に加えるなよと言ってるんです直託の問題に加えないでほしいんです4月頭からファイナル討論が毎週実施されるんですけどそのファイナル討論や全国公開などの公開模試の問題を直託の問題に加えないでくださいもう直託の問題はもとにかくのぞきもしないし増やしもしないもう最初からの同じ姿のままやってほしいんです。でえー、1回目にあ 正解したから二回目はやらないとかそれダメですね。正解しようが不正解だろうがとにかく同じ問題すべての足について目を通して、えー、正誤判断をして。えー 問題を解くということはとにかく3回3回しやりきってほしいんです過剰せずに。加えもせずにのぞきもせずに問題を過剰せずに3回しやりきってもらうそうするとファイナルトレン公開模試は受けたその日に復習をしたっきりになってしまってるはずなんです。でそれがやはり心残りになるであろうからここの例えば最後本試験の2週間前のところで1週間費やして今まで受けてきたファイナル公開模試で間違えた問題だけもう1回繰り返すね。 というような1週間を挟んでからのラスト5週目1週間というようなこれ一1つの案となりますですからこの3回し目が2週間にするのかそれともこのファイナル公開模試の繰り返しを挟まずに3、3、2にするのかそういったところはもう皆さんがどんどんフレキシブルに変えてしまって構わないとにかく3回しさえ死守すればあとはそう大差はつかないというふうに思ってみてください。ですから、 ここに固執するよりもとにかくじゃあ、えー、5周で回す6周で回す、ね、はたまた4周で回す。 その回し方というのをしっかりと覚えて帰ってほしいんです。それがあ次の三ページです。はい、<coughs> これですね直前卓一各問絞り込み講座の、えー、今回の収録問題数、えー、こちらが民法二百二十八問、不動法百六十八問、えー、会社法百四問、商法九十七問、刑法六十八問、民訴八十九、民訴二十三、民法二十一、強盗四十、常用書士法二十六問、憲法五十問。憲法五十問は半分以上を実力要請 当連と過去の公開模試から持ってきています。だからここに関してはあの過去問がちょっと少ないので補強しておりますので当連の問題が入っているとお考えください。 さあこれらの問題数これ全部全て私がピックアップしてきましたで、えー「私の例」って書いてあるのはこれ当時ですね私が絞り込んだのはこの問題数ですよということの、まあ、一つ参考にさせていただいた次第ですで今からお話しするのは私が27年前にやった勉強方法そのまんまですそこをベースにこの講座を作ったんですねで最初は私だけの独りよがりなのかと思っておそろおそろ皆さんに提供した形だったんですけどまあ毎年毎年たくさん合格者出現しておりますのでね ああ私のやり方はちゃんと皆さんにもあのちゃんと通用したんだってすごく当時嬉しかった覚えがありますで。毎年毎年たくさんの合格者出してくるとこっちも自信がついてきますからじゃあもっと、えー、皆さんにこうあのなんだろう分かりやすく伝えたいって言っていろいろこう試行錯誤を重ねて今の形になってますでそのやり方というのがまずですね。ねこれ、えー、全部の科科目目を毎日11科目やるるとするならば、えー 11科目やるとするととすす結構大変なんですよ、まあ、そうやって受かった方いらっしゃいますけどねいらっしゃいますけれども全部のの科科目目を毎日11科目やるのは正直大変そこで6週間プラン5週間プラン4週間プランこれがさい最初のひと回しの、えー、回す、えー、3つのプラン先ほどご紹介した通りなんですがなんで30で割る25で割る20で割るどこから出てきたかというと1週間を5日とカウントしてます。 なぜかというと土日はファイナルトーレンがあるでしょうしで例えば日曜日ファイナルトーレンを受けるとしたらその日はファイナルトーレンの復習で手一杯でしょう。でその土曜日に関しょう。その 何かしらの突発的なハプニングに備えて予備日にしておきたいんですそうすると土日は最初からないものとして5日でもってカウントするそうすると6週間は5630要するに過処分の稼働できる日,日にちは30日だというふうに考えましてこれらの228を30で割る168を30で割るとこの数字になっていきます。 で、えー、これ3からってなってるのは割り切れないから3.12問っていうような感じなんで割り切れないとまあ3問4問やんなきゃいけない時もあるよっていう意味です。でまあ、あの割り切れないとか結局サブロうん あの3二24だから30で割ると8問やると240問ですからこれでやると、えー、最後その8問っていうのは多めにとって8問ということねだから、えー、こちらもお、ま、6, 6っていうのは 30×60 で180ですから多めに取って6問とで、えー、いうふうに、まあ、まあおおよその数だと思ってください。でこ,のこの数を毎日やれば この直託に書かれている収録されている問題を民法8問不当法6問解社法4問消灯法は3問から4問で刑法は2問から3問民訴3問民質1問民法1問教託は1問から2問司法書士法1問憲法2問を毎日やれば30日つまり6週間で一回りするということです。 でこれでやった一発合格の方もいらっしゃいますこれでやあの毎日11科目を全部まさにこの30で割って6週間で回すだから毎日11科目をやった方もいますが過去に1回で受かった方たちの中では少数派ですね。で、えー、まあ 毎日11科目をやろうとするならばあのこれをやればいいというのは分かっていただけると思います。で同じように5週間で回すんだったら5525だからこれ25で割りますで25で割った数がこれでこれをやはり毎日民法9問以上、えー、不登法7問会社法4問以上ショート法4問っていう数をやっていけば、えー、25日つまり5週間で一回りします。 次4週間で一回りさせる、まあ、中上級の方であれば20で割りますそうすると民法11問不当法8問会社法5問という数が出てくるわけですねこれはもう単純にあの計算した数じゃあ先ほど言った1日11科目を全部やるんだったらこれを毎日やっていけば6週間5週間4週間で終わるわけですよ終わるわるけですよでも正直11科目は結構きついんですよきついんです。なので私はいつも 2日で全科目、触れるような形にしていこう、ね、2日で全科目でそれも A、B、A、B の繰り返しで,で A の日というのは民法、不当法、民質民法、共託、司法、書士法、憲法を、えー、やるのが A の日で B の日というのは民法だけは毎日やります。民法だけはあの10 30で割る25で割る20で割るの数を民法は毎日やっていく。だけども民法以外の10科目はそれを2つに分けまして A と B のグループに分けまして B のグループは民法は毎日やるとしても次 B の日は会社消灯民訴刑法。ででってこれであの 問題を解いていてくでこの結果、これ計算するとどうなるかというとまず、ですねちょっと皆さん今、いまいちよくわかってないという方いらっしゃると思うので計算しますと例えば6週間で回そうとしましたら民法だけは先ほど言いましたこれですよね民法は8毎日やるんだったら8問やらなきゃいけないんです。ね 6週間でやろうとしたら民法は毎日8問だから民法は毎日やるので民法は8問なんですよ民法は A の日も B の日も8問ですで、えー、続いて、えー、不当法以下の10科目は2倍にしなきゃいけないんです分かります ?2 倍にするんですよだってこの,この数というのは毎日やるとしたらこの数でいいよ でも1日おきにやりましょうということにしたんですから民法以外は1日おきにやりましょうとなるとこれ毎日やる数字ですから2倍にしないといけないんですよねだから不当法は6じゃなくて12になります6じゃなくて12で同じように民質民法は民質1民法1の2倍だから、えー、各2で44で共託は1 1>, 1日1問以上なので、まあ、これ2倍にすると2問から3問で司法・書士法は1問だから2問で憲法は2問だから4問っていうふうに A の日はこう数字が決まってくるわけです。これ全部合計すると問問から33問という形になります。ですから6週プランで一回し目スタートする時 A の日は1日のノルマ32問になります。はい、じゃあ次 B の日 B の日あちなみにこれ ABABAB って繰り返していけばいいだけなんですが B の日というのは同じように会社商法は、えー、毎日11科目やるんだったら4問だから、えー、倍にすると8問で消灯法は3問だから6問から7問、えー、民訴は6問、えー、刑法は4問以降でもってこれが B の日のノルマになります。そうすすると1日のノルマは32から33問同じです、ね、つまり A の日32問民法8問不当12問民質民法各2問ずつ4問教託2問以降教託2問から3問司法書法2問憲法4問合計1日のノルマ A の日は32問です次,次の日 B の日 B の日は民法8問会社商法8問小灯6から7民訴6刑法4から5で合計32から33これを B の日やる。 これを ABAB と互い違いにやっていくんですね。そうすると先ほど言ったあ三十日で一周回るということです。で、ちなみにこの ABAB やるでしょ。で、これ民法八問っていうことは変なところで切れちゃうんですよ。例えば代理の途中で今日切れちゃったとかね。 だから要するに単元と単元とこの8問というノルマはきれいに揃わないと思いますでもそんなのいいんですそんなの関係ありませんもうあの今日変なところで177条の1問目で今日のノルマ8問切れちゃったよとか例えば不登法12問で保存登記の途中で切れちゃったよとかそういう切りが悪くても一切関係なくもうとにかく機械的に8問12問4問、ね、教託2問司法書士2問憲法4問1日32問、はい、今日の,あのノルマ、えーま、完了でやり方としてはですね これあのまず民法8問問題だけ8問解いちゃう、えー、問題だけ8問解いてしまってもってその後答え合わせと解説を8問分ダーッと読むでこれでまず一息ついて問題を問解問解問解で見るんじゃなくて問題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 ,問題って8問とい,いっぺん解いちゃってでその後答え合わせと回答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 で解説確認しましたからの今日8問やった箇所の テキストに戻ってくださいテキストに戻ります一回し目はテキストに戻るね。問題ごとにテキストに戻るぐらいのつもりでいてください、えー、で、今日やったところ必ず一回し目はテキストに戻る、ね、だから三十二問なんですよ その1日32問ってめちゃくちゃゃく少なすすぎますよ実際にはだって皆さん35問の問題を2時間で本試験解かなきゃいけないだったら32問なんてまともに解こうと思ったら2時間かかりませんだけれどもそ,その問題数の少ないっていうのはまさにこうテキストに戻る時間を加味してるからなんです。で不等法もそうまず12問もん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 で12問だけ全部解いてでその後答え合わせと解説をし見てでその後今やった今日やった12問の範囲のテキストに戻ってください。で これを A の日、B の日、A の日、B の日っていうふうなことをこれを繰り返していきますと AB、AB、AB で繰り返していきますとこれでもってきれいに着地を AB、AB、えー、AB で繰り返していくとこれでもってきれいに30日でもって三十、えーまあ、日でもってノルマが達成されると。でそのの時に後ろのこれです。あの <coughs> 4ページのところを見ていただきたいんですが、はい、これですね6週間用、5週間用、4週間用、ね、これ何言ってるかというとこれ A の日はこのシートを使うんです A のの日はこのシートを使うで今回、ここであの黒い線が引いてあると思うんですが6週間で使うんだったら民法は8問、一番の、えー、手前が引いてるこの8問は6週間用5週間でやるんだったら9問4週間だったら11問ということなんです。 だから、えー、6週間だと8問で不当法は12問ですよね民質民法は4問ですよねで、えー、教託は2問ですよね司法書士法2問憲法4問でこれを使うんですよで。これをあらかじめ A の日,分 A の日っていうんだから A の日 ABABAB で繰り返しやっていくんですから ABAB で1週間5日として。 1>, 1週間5日として ABABAB で計算 ABAB だからこれ全部コピーしといて毎回毎回。でもってこの,このシートでこうまずだから「もん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 」って問題だけ全部解いてでその後答え合わせするって言いましたその「もん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 」っていうのはまずここに1問目ああいう絵を丸「丸×○×ねで回答何番っていう一通り8問目までやってでここまでやったらもうあとは最初に戻って答え合わせと解説を読んで,でその8問なら8問の部分の解説 <coughs>、えー あの問,題問題のテキストに戻る、ね、というふうに B の日だったらこっちのシートですよね5ページの方民民法法法とととと会社法と小党と民訴と刑法でしょでこれ線が引いてある一番上のところが6週間用の数となりますから民法8問会社8問消灯6問民訴6問刑法4問これが1日のノルマなんです。 でえー、で6週間用だったらこの8、8、6、えー、民訴6、えー、刑法4、ね、を使っていけばいいで同じようにじゃちょっと計算してみましょうあの同じようにもし5週間プランでやるのであれば民法だけは毎日やりますから民法は9から 10, 9から10ですよで同じく不当法以下は2倍にすればいいんですから。 不当法以下は2倍にすればいいんですから、えーえー、5週間プランだともう書いてますね144424の37問から38問これが、えー、5週間プランでいく時の1日のノルマです。はい、B の日、えー、民法9問から10問会社は8問から9問で消灯が8問民訴8問刑法6問合計39問。 が40問多くても40問ですはい、4週間プラン20で割ります20で割るのでそうすると民法は毎日11から12で不動産登記法は16から17で、まあ、ここらがちょっともうあの割り切れないところは皆さんのところで多少毎日何問か調整してくださいで4、2、2から6、43だから A の日は43問がノルマとなります で次、B の日は、えー、民法はまあ同じく11問から12問会社商法は10から11商、えー、灯が毎日10で、えー、民訴が8で、えー、刑法が6。 で持って1日のノルマは45から46多くても46でもちろん最後の日は割り切れなかった分がきますから最後の時はもちろん45五問なんかなりませんもっと少なくなる可能性はあります。でこういうふうにやって毎日毎日 ABABAB1、ね、日おきに ABAB、ね、とやってで土日はあ入れずにでまただから 月曜日から A、B、A、B、A で土日で今度、次の週の月曜日また B、A、B、A、B 土日という風に感じでもうとにかく互い,い違いにやっていけば必ず6週間、5週間、4週間で終わっていくと。で1週目の時には とにかくテキストまで問題単位で戻るね。問題単位でテキストまで戻って。だから問題を使いながらインプットしていく。この ab のシートをあの使ってやっていただくようにですね。お勧めしたいなと、実際にこれを使って昨年1回で受けられた方のこのシートを、えー、ご提供いただいております。で、あの見せていただいておりまして、お二方からですね。あの、わざわざ持ってきていただいたのを、えー、あの今日持ってきてるんですが、これあの実際に1。 一発合格この春生の方の一発合格だから6週でスタートした、えー、去年はねちょっと3月28日から進めたらって言ったんで3月28日からになってるんですが3月28日から6週プランで、えー、実際こうやってやってらっしゃいますよねこうあの6週だからほら8問。 それで2問で教託師や少女師2問憲法2問で次の日これ3月28日ですよね3月29日は B の日で次3月31日が ええー、三十日飛んじゃった。まあ、ちょっと三十日、あ、三十日、あれだ。あの、週末だったんだ。えーで、三十一日が A で B で、その後もずっと全部、全部もらってますから。えー、四月二日 A ですね。四月で、週末飛んで A、B で A。 B ですね。同じことやってますね。A、B、a、この,あの元の紙をコピーされてでこうずっと6週間で4月9日中に a b a b でずっとなんかちょっと待っと、ね、AB でこうもう全部全部,全部あるんですよ全部15161920212223262728そろそろかなそろそろ来るか二十2 9 2 9 で三十五月三日、五月四日、五月五日、もうこうやってあの余りになってくると、もう会社ほとんどは最後の日はちょっとああ余りが出るので、五月六日とかちょっと少しはしょってますよね。えー、で五月七日もあって、でここから。 2週目3週プランに変わってます3週プランの日に6から3というふうに、ね、去年も提案しましたからこういうふうに3週プランになっているという形で毎日こうやっていただいたのをご提供いただいておりますでもうお一方ですね実は持ってきていただいている方がいらっしゃって同じことこの方もこの方は秋生,秋生の一発合格の方です。ここちらられは4月5日からか、えー A B ですね。あ A A あ A, A, A B B が裏裏裏に A B で九九なんだあ飛んだのか週末 A B A この方は最初から最初からあの四週プランで行ったんだすごいな四週プランで行ったんですね中上級生向けのプランの方で行ったんですねで四月十二十三十四ね、えー、なんていうと十四 15なんていう形で,で1日45問だからそうです、ね、中上級者向けの方のプランでで行ったんですね AB というふうな形で皆さんやっていただいてでもうこう、あのー、去年も言ったんですけれどもとにかく先に問題だけを全部こう埋,める埋めてしまってから後で答え合わせをしてでここに丸付き答え合わせしてますよねしてから今日やったところのテキストに戻って「まあ、おとも」とか書いてありますけどあの今日やったところのテキストに戻ってでもって「あのー インプットをし直しなさいと。で、その時にレジュメを挟んだものを確認したり。また、あの、自分でテキストに戻った時に、あ、例えば、携帯小写し読みたいなとか、あ、例えば、私のクラスだったらセルフレクチャー見たいなとか、そういうふうに、適宜思ったものは、どんどん見ていくという形でですね。やっていくといいんじゃないか、ということなんです。でそうすると、今回の六週,週、四週、五週、四週でもって、これで一回りしていきますよね。で、次に、二回し目については、三週プランの場合には、同じように、今度は。 3週を1週間5日とカウントするんですから3週プランだと15で割るで2週だと10で割るで最後の1週間最後の1週間に関しては最後の1週間に関しては全部1十7で割って最後の1週間に関しては全て7で割って最後の1週間だけはあの毎日 毎日ですね11科目やっていくという形にしていくといい,い,いんじゃないかというお話をしております大変申し訳ないんですがあの、えー、3週プラン、2週プラン1週プランのシートについては後半の部分であのちょっと提供させていただきますが基本的に最終的に、えー、最後1週間でこの問題数を全部割るとなると一体どれぐらいの問題を毎日やっていくことになるのか、ね、最後7で割って7で割って最後の1週間ね どのプランでも最後の1週間は1週間で一回しさせるという1週,間科目1週間11科目を毎日やっていくということになると1日のプランが134問最終マッ,マックス1週間で一回しすしようとすると134問になっていきます。 でそれをいただいておりますからこれもお見せしましょうか、最後ですね、ちょっとこれは後半の部分のところであのしっかりお見せしようと思っていたんですが、えっと、ちょっと待ってくださいね、えー、最後の,あの、先ほどの方の最後の1週間、あごめんなさい、映ってない最後の1週間、はい、これが最後の6月26日、これはあの去年の春生の時に一発合格された方の数です、民法だと33、えー、不当だと24。 で不当、えー、24、それから次に、こっちか会社消灯が15、えー、刑法10、民訴え,え民主4、消灯14、民訴13、民事保全3、で最後、教託6、でえー、憲法8で、司法書士法4で、これを6月26、6月27、6月28、29。 29、30で、7月1日、2日までいただいていますで、こういった形で最後の1週間をやってくださっていたんですね、でこちらの空きで1回で受けられた方も同じです、6月28、最後134問ですね、134問、ちろ百134問、正解している、6月28、えーで、28、最後29、ねえー、134問ですよね、29で、ですよね、それから。 27, 27 28、28、28が飛んでる、る十三30、31、もう去年は7月2日でしたよね、本試験ね、7月1日、最後、7月2日、7月2日は少し軽めになって、ね、7月2日前日というような形になっていくということです。であの えー、7, 月あ7月2日じゃない、7月2日日付間違えてるのか、月ああこれ、前日ですね、失礼しました、前日の分です。まあ、いずれにせよあの、これ、去年もお渡ししてるんですけれども、こういった形でマックス134問、ね、今の計算だと134問になっております。でその 134問の問題の時にはとてもテキストまで戻るのは難しいので1周目の中35問から40問近くのところでどれだけ戻れるかというのを、ね、しっかり見てほしいなというところなんですでその際にレジュメをどんどん挟んでいただいてレジュメに挟んだものも一緒に確認をするそういったようなやり方をしてほしいなというところです。 でえー、こういった形であのやり方さえ聞いておけばいざ実際この講座を取らなくてもねあの自分でじゃあ過去10年分の過去問を使っていこうじゃあ同じように、えー、最初5週間で回すんだったら午後25で問題数を割って民法だけを割った数を毎日やってその他の科目は2倍して互い違いに AB、AB で持っていけば基本的に25で一回ししたいということであれば25日分にはちゃんと一回りすることになる。 で次はじゃあ5週間で始まったら次は3週間にしようじゃあ3,5,10,5で割って民法以外は 2, 2倍してでそれも高い違いに ABAB でやっていけばいいってというふうにやれば別に題材はこの直託の問題集になったって同じことできるんですよだからもし直託の問題をあの取って、えー、くださる方であってもその版書の2ページで言った6,3,2,1っていうのは自分で、えー、アレンジしてください逆に 先生僕はなんか4週で次やりたくなってきたんですけどやっぱり3週じゃなきゃダメでしょうかとかって質問してくる方がいらっしゃるんですけど4週でやりたいって思うということは、えー、何か絶対やらなきゃいけない理由があるんですであのそういうふうにああの4週でやりたいなあ本当は 2, 2回し目は3週っていう指示なんだけど3週じゃなくて4週かけたい、ね、そう思うんだったら4週で自分で計算し直せばいいんです。で ですからそうやって自分の内なる行為に従ってですね、どんどん計画は変えていってほしいです。で途中であの弱点インプットをラスト2週のところであの盛り込むというようなプランになっているけど私は二回し終わったところで1週間挟みたいんですけどどうでしょうか、ね、いや,そうやりたいんでしょよ、はい、やりたいんです。やりたいってことは、ね、やんなさいってことなんです。あの自分に足りりないいこととをやりたいと思う わけないんです足りない足りないと思ったからこそどこかしらで自分がやりたいよという声を出してるんですねその声に素直に耳を傾けて作り上げていってほしいんですで変えた方がいいでしょうか変えたらダメでしょうかとか言って質問に来るんですけど変えたいんだったら変えなさいって、ね、もうこの時期には私たちのアドバイスっていうのは本当に方向性しか言ってあげられない、ね、もうあとは自分で決めていかなきゃいけませんから皆さんそういうふうにあ 本当は3回し目に行かなきゃいけないんだけどここで一旦ちょっと足踏みして、ね、テキスト読み込みだけの1週間を設けたい、ね、ああやったらやったらねそれによって2回ししかできませんでしたとかいうのはちょっとそれはちょっとないかなと思うんですが3回しっていうことさえいいあのキープできればね本当は4週やろうと思ってたんだけど3回しになっちゃいましたでもその代わりに自分がやりたいと思ったものをシフトチェンジしてでもちゃんとやったから満足です。 えと言っって回回回で受かっあ1回じゃないだだあの方2回だ本当は4回やるプランだったんだけど3回、ねえー、というのに方向、えー、転換してで3回で受かっていかれた方去年非常にあの印象的な、ね、あ,のあの時、ね、あのプランに従わなくてよかったっ、ねあのえー、本当は4回やるプランで行ったけれども何か引っかかって「いやテキスト読みたい」っていうねあの内なる声が出てきたて、ね、でそこの段階で相談に来られて「あいいんじゃないじゃあそのテキスト読んでみなもう読んだ方がいいよ」というふうにアドバイスしまして。でえー えー、本当は4回しの予定が3回しだけして、まあ、合格されていた方いらっしゃいましたで、ね、だから本当にこれに縛られずにいきなり何て言うんですか、えー、やり方を、ね、なんかとんでもないやり方とかに変更するんじゃない限りは皆さんの,その変更というのは大いにです、ね、していただいた方がいい。 でそして絶対にやっちゃいけない勉強方法だけ最後に言いますこれ、えー、先ほど言いました過剰ね、覗いたり加えたりしないはいそれから間違えた問題だけやるこれダメです絶対に間違えた問題だけやるねで。また間違えた足だけ見るね。ダメもうとにかく間違えようが正解しようが全部の足全部の問題の正誤判断はしてください ただ,しただしですねやはりあの足によっては「何これ」っていう、ねまあ、足が出ることもありますから、まあ、そういったものに関しては今までのお去問文学習の中であこの足ってなんかあれだよなちょっと、えー、どうなのかなっていうような要するにすごく発展的な足を出してるような足に関しては飛ばしてしまってもいいですけれども、うん、少なくとも全部の問題全部の足に関しては一応正誤判断はする合ってるものだけやる間違ってたものだけあ合ってるものはやらない間違ってたものだけやるというのは絶対にやめてください。 そしてあとはですね、えー、そうだなあの答えをあ,あの覚えてしまっているんでやっても意味がないように思いますとかっていう方がいるんですけどその答えを覚えちゃうなんて当たり前ですよ答ええを覚えるなんて当たり前ですからそんなん覚えてしまうからや,やった意味がないなんてそんなこと絶対ありません。答えを覚え覚ててしまってもちゃんとこうあの、えー 問題を解いている価値並びにそ,のそれによって得られるものは大きいですから答えを覚えちゃってるからです、ねえー、意味がないんじゃないかという心配には及ばないと、ね、とにかく「丸×をしっかりと、ねえー、あの判断してみてください。それからあとはですね えー、それぐらいかな、まあそ,うだね、そ,のその間違えた問題だけやるっていうのはダメですよ、えー、それからあの問題を過剰、ね、加えたり除いたりはしないでくださいねスーパー公開ファイナルトーレンなどの問題を加えたりしないこと。 ファイナルトーレン公開模試はそれはそれでしっかりその批准に復習するとしてもその問題として追加していく必要はないそうするとファイナルとか公開模試で間違えたのが一向に身につかないじゃないかっていう心配があるんだったら先ほど言った通りどこかしらのタイミングでその間違えた問題だけを、ね、繰り返していくというようなことを挟んでいけばいいそういうふうにあのちょっと注意をしてみてください。さあそれではじゃあ,あの 今回のアドバイスとしましては、あえー、冒頭のアドバイスとしましては、ここまでとしまして、ではあの実際にまあじえー、どういうような形で講義をしていくのかということも気になるでしょうから、えー、実際の問題に移っていきたいなと思います。で、今日の問題冊子なんですけれども、今日はさすがに1回目なんでこういうお話をすることが中心になってくるので、あまり問題をバンバン解くということは予定していませんし、ましては皆さん、今日の今日お申し込みされたなんて方もいらっしゃるので、えー あの問題解いてないということもあると思いましてその解いてなくても全く問題ありませんからご安心いただきたいと思いますさあそれではですねまず、えー、こちらの1ページの問題をご覧になってみてくださいさあ最初の総則の部分ですからそんなに何かね難しいということは特にありませんが総則、えー、の1問目の問題です 自然人からの問題とということになりますす14 1年の1問目1ページですよ1ページでまずはあのこの問題皆さんの方でご覧になっていただくとして、えー、2番の B の失踪宣告がされた場合 B が死亡したものとみなされる7年の期間満了の時より前に A が B がすでに死亡したものと信じて行った B の財産の売却処分は有効と見なされると。 失踪宣告が7年の期間満了の期間満了によって失踪宣告の申し立てができるわけですがこちらの A が B がすでに死亡したものと信じて行った B の財産の売却処分は有効とみなされるとこちらの B の期間満了の時に 死んんだものとみなされていくんでしたよねですから7年の期間満了の前にはまだ B は死んでいないという扱いなわけですから A が B の売産財産を売却してしまったらそれは無権利者による売買ということになってしまうだこの問題自体は全然別に難しくも何ともないんですよ。別にここの問題自体がどうこうということではなくてこれをきっかけにちょっとその,あの期間のところそれこそレジュメの3ページ先ほどちょっと見ましたけれども。 レジュメのお3ページのところの。自己除斥期間以外に条文上期間が問題となる箇所で3ページの図表を見ていきましょう。で、そうですね。あの少なくともここに書かれているものに関しては？ やはり覚えてておくくこととが必要になってくると思われますで、まあ、今回は30条1項普通失踪が7年で特別失踪が1年、まあ、直接ここを聞いたわけではないわけですけれどもこの30条の1項2項と同時にじゃあ期間が問題となる点でその他覚えておいた方がいいものというのをピックアップしたということになっていきます。 で次の4ページのところまでま載っておりますので、まあ、全部読読み上げませんよ読み上上げげまませせんんよ皆さんの中でも、えー、こちらの論点については例えば617条の短期賃貸借なんていうのはそんな別にまとめられなかったって知ってるわっていうような感じになってる可能性も高いのですけれども、まあえー、せっかくですからまとめましたからちょっと目を通して。でこの図表も 人によって「いやこんなの知ってるよ」なんていう方もいらっしゃるでしょうそういったあの方に関しては何も全部が全部挟めって言ってるわけじゃないんですねあこれいいなこの図表使えそうだなと思うものを挟んでいってもらえばいい、ねでえー、挟むんじゃなくてファイリングしたいという方もいらっしゃるでしょうかそれはもう皆さん任せます、まあ、ただ私自身は挟んでましたね挟んでましたしもうあの最終的にこの過去問の方がもうむしろ今後知識のインプットの材料としてえー まあ重要な意味を持っていくようなねそういった形になってましたので、まあ、挟みたいなと思う方はどんどん挟んでいっていただくといいと思います。で、そしてまあ、ちなみにって感じなんですが別に問題で直接聞かれてるわけじゃないんですけれどもちょうど自然人というテーマなので、まあ、レジュメの1ページのところこれはどこの部分に挟むというわけではないんですけれども年齢の問題がですね特に今年の4月1日 成人年齢が18歳に引き下げられますのでこちらのところとの関係も含めてまあ、自然人と年齢が問題となる箇所を一挙にまとめておきましたまあ、ここは特に改正点18歳で行為能力を取得し婚姻適齢も男女ともに18歳が婚姻適齢に今年の4月1日施行スタートしていきますですのでここは4月1日が 基準日、まあ、つまり司法書士試験の基準日となりますからこの日現在施行しているものを本試験で出してくるということを大前提ですから皆さん試験を受ける時には18歳成人18歳婚姻適齢でもって注意をしてください。さあああそしてですね えー、ところが18歳成人になりましても変わらずに20歳もでままであるものを区別しておきましょういわゆる養親となることができるようになる年齢は18には引き下がりません20歳のまままですすから注意お願いしますそしてあのここでは問題にならないんですけど、えー、飲酒喫煙も20歳のままですから18歳成人になってもです、ねえー、いわゆる飲酒喫煙が18に引き下がるわけではありません。 ただ、18歳成人,成,成人になりますと、えー、司法書士登録は18でできるようになりますので、いまあ、だかって18歳で司法書士試験を受かった人はいませんけれども、えー、まあ今後もしかしたら出てくるかもしれませんね。さあ、その他一ページ参考までに皆さんの方でご覧になっておいていただければと思います。じゃあ、特にこの14年の1問目はこれ以上何もやりません。じゃあ、三ページのところを見ていただきまして、問題冊子の三ページ。 問題冊子の3ページ。続いて、制限行為能力者制度ということになります。問題冊子の3ページ、足のいのところを見ていきましょう。これはちょっと説明しましょうか。成年非公認人が締結した契約をその成年公認人が取り消すには、その行為をし た時から5年以内にする必要があるが意思無能力を根拠とする無効であればその行為を知った時から5年を過ぎても主張することができるはい、成年非公権人が締結した契約をその成年公権人が取り消すにはその行為を知った時から5年以内にする必要があるがというまず前半の部分これがあ次のまあ、先ほどもちょっと見たんですけど追認をすることができる時から5年 行為の時から20年で、えー、取り消しができなくなるわけですよね。追認をすることができる時時かからら5年、年行為の時から20年ということは成、えー、年非後見人が1人でしてしまった契約を成年後見人が取り消すにはその追認をすることができる時から5年追認をすることができる時から5年。 でこの追認をすることができる時というのは一体いつでしたかはい、追認をすることができる時っていうのはは一体いいいつででしたかかこここここら広げななきゃいけないののここす。この足から広げなきゃいけないのは、はい「追認をすることができる時から5年の間に、えー、取り消さなければいけない」じゃあ成年非後見人が1人でしてしまった契約について「追認をすることができる時」というのはいつだったっけ じゃあ非補佐人が補佐人の同意をなくして、えー、してしまった場合は未成年者が同意なくして1人でしてしまった場合は、えー、それぞれどうだったかそれぞれどうでしたかと、えー、いうことだったわけですじゃあ法廷代理人、まあ、そうですね、えー、どうだったですかということをこう思い出していただくと。 これは領地の問題にいわゆる突き当たってくるわけです領地って覚えてらっしゃるかな、まあ、ちょっとだいぶもう民法の時期から時間が経っちゃいましたから領地って何だったっけって今頭の中ぐるぐるしてると思うんですが領地いわゆる取り消すことができる行為だということを知っていること取り消すことができる行為だと知っているその領地を領地ですねを、えー、することが必要だったかなとね。ね いうことだったわけですけれどもこれはあのまさに追認をすることができる時から5年、えー、行為の時から20年、えー、というその追認をすることができる時から5年には領地が必要ですよね領地をして領地をして領地をした時から追認をすることができるようになるわけです追認をするためにはあの時の行為は取り消そうと思えば取り消せるんだということを知ってあえて追認というのを選ばなきゃいけない だから取り消そうと思えば取り消せるんだっていうことを知っていなければ追認をすす。るることがでできる時にななっていないわけですだから成年、非後見人も非補佐人も、えー、未成年者もすべて領地が必要、えー、じゃあほら、ここから広がっていくじゃないですか皆さんここからこ,こ,これ聞いたら普通、次絶対来るのがあれ法定追認のときは領地必要だったっけ法定追認のときには領地って必要だったっけ追認をしようとうん あの取り消しをしようと思えば取り消せるんだっていうことを知った上で法廷追認該当行為をしないとダメでしたっけっていう話覚えてますか、えー、意思表示による追認をするためには領地が必要これは未成年者非保佐人非公権人みんな同じですね、えー、意思表示による追認をすることができるためにはこれは領地がなければ追認できないんですじゃあ法廷追認は 法廷追認はほら成年非後見人のみ領地が必要だったじゃないですか成年非後見人のみ、ね、領地が必要と。 え言ったようなところ、あそういうのあったなあなんていう,、えー、いうようなところをこう思い出すきっかけになってほしい。で今いいんですよな、えー、な何の話、何の話と思思ったらですね、何の話、何の何の話なんて思ったら少なくともこの足からきっかけにテキストに戻ってほしいということなんです。そのためのヒントを私は皆さん今投げかけてるだけです。この、えー、今日復習時に今日復習時にというかこれをこの問題を解くときに。えー そ,のそれが今今日今日のを解けって言ってて言んじゃないんですよ4月3日スタートでいいよって言ってるんですから4月3日スタートのまず初日の A の日にまずこれやることになりますからじゃあ初日、ね、4月3日スタートで A の日民法8問だか10問だかやるときにあそういえばこの時領地を確認しろって講義で言われたなじゃあ領地について確認しようそうすればこの問題をやりながら領地について、ね、意思表示による追認には領地がないとダメでも法定追認には領地っていうのは 元青年非後見人のみ必要、えー、というようなところを確認をしていけばよいということですじゃあ,あちょっとあのはあっていう方はそのメモでもしといていただいてそのほっぷたらかしといていいですよ実際にこの問題やるときに見れ,見ればいいわけですから今日の今日それを復習しろって言ってるんじゃありません。えー、でそれよりもあ A いきましょう年人が高画な絵画を購入するには その成年貢献人の同意を得なければならず同意を得ずにされた売買契約は取り消すことができる成年非貢献人が高価な絵画をどう購入するにはその成年貢献人の同意を得なければならずえ、これ同意なんてね、いらないでしょうそれはわかりますねこの問題自体はもう全然簡単なんですよ成、えー、年非貢献人は同意をもらって自分でやることが予定されていませんよって成年貢献人には同意権がないわけでこの問題はもちろん罰なんです ただまあもしここから広げるとするならばそういえば同意っていうのが必要になるものって他にあったよな他のものの同意っていうのが論点になるその他の場面をじゃあまとめてみましょうかでそういう必要性を感じなければ別にあの挟む必要はありませんからこれは絶対挟んでねって言ってるわけじゃないんですが一応レジュメの5ページに。 ねじめの5ページに民法上他のものの同意が必要となる場合というのが出てきます。民法上他のものの同意が必要となる場合、えー、その民法上他のものの同意が必要となる場合のまあこれはあの制限行為能力者絡みが多いんですけれども皆さんの方でご覧になっておいていただければと思います。次のあ5ページまでか5ページのところにまとまっている部分です。はいでは続いて今度は もうどんどんいきますと問題冊子の5ページ問題冊子の5ページこれは先ほどやりました足の「い」からですね足の「い」は不在者財産管理人不在者財産管理人が、えー、不在者財産管理人がその不在者 A の財産 の中の不動産を売却するときはではこれについて裁判所の許可を得る必要がありますよね、えー、不在者財産管理人があ処分行為を行っていく不在者財産管理人が処分行為を行うには火災の許可が必要というあの話ですで、えー、いわゆる不在者財産管理人が処分行為を行うには火災の許可が必要じゃあ火災の許可が必要なあこの 不在者財産管理人他にもこういう風に財産を処分するときに火災の許可が必要な場合ってありませんでしたか相続財産管理人ですよね相続財産管理人あとは権限の定めのない代理人権限の定めのない代理人不在者財産管理人相続財産管理人がこれら処分行為に火災の許可が必要なグループです権限の定めのない代理人 または不在者財産管理人相続財産産管管理理人相続人ですでこの3つをやっぱりこれをきっかけに覚えておいてほしい。でさらにそうするとやっぱり火災の許可が気になってくるよね他になかったっけ火災の許可が必要な場面そうするとレジュメの7ページのところに火災の許可を得なければならないもので重要なもの7ページのところに火災の許可を得なければならないものでまあ重要なものと、ね。 でこれらをあこの図表いいなこのあとも23回は見たいなと思うんだったら挟んでおくということです。挟んどく最初にでもそのあのこの図表をこのあとも何,何回も見て確実にしていきたいなって思うかどうかは1回目じゃ判断できなかったらもう最初に挟んでおいて2回目3回目のところにああもういいや別にこれいいやっていうんだったらどんどん外していけばいいわけですから最初はもう何か有無をよさず挟んじゃうといいかもしれませんね。 さあ、それでは、じゃあ、あの、続きまして、七ページ。問題冊子の七ページのところ、見ていただくと。問題冊子の七ページのところ。まあ、自然人の問題が続いています。さあ、自然人の問題、七ページのところで。えー、足のをなんかをちょっと見ていただいてですね。A. が青年に達する前に。A. が青年に達する前に。 これあの実は実未成年者なんですね未成年者が親権者 B の同意なく成年者 C にこちらの売買契約締結してしまった A が未成年者 A 未成年のうちに親権者の同意なくパソコンを C に売却してしまったという論点なんです。その A が青年にに達する前に C が B に対し1ヶ月以上の期間を定めて本件売買契約を追認するかどうかを再告したにもかかわらず B がその期間内に格闘を発しなかった時は A は本件売買契約を取り消すことができない。いいですか A が成年に達する前に C が B に対して親権者 B に対し 1か月以上の期間を定めて本件売買契約を追認するかどうかを再告したにもかかわらず B がその期間内に格闘を発しなかった時は A は売,売買契約を取り消すことができないこれあの A に再告してしまったら A は再告を受領する能力はありませんからその再告は無,無効ですが今回、親権者 B に対して再告をしておりますからこの再告は有効と。 でさらにこの再告は1か月以上の期間を定めて再告していかなければいけませんでしたよね。えー、よって今回1か月以上の期間を定めて再告しているのでこの再告自体は問題ないと見てください。ちなみにここやはり再告期間というものに目をつけてほしいまずは再告期間これは1か月以上、ね、というふうに定められていますからここを厳格に守ってい,いかなきゃいけませんしこの1か月はやっぱり覚えておくべきです。でちなみに 1>, えー、1ヶ月う、まあ、今回だから1ヶ月以上っていうのを守っていかなきゃいけないんですがこの期間について特にその不相当ななな期間でであっっってても問題ない場合ってなかったですかたす、えーまあ、ちょっとこれもしこれを問題をきっかけにあれなんか不相当な期間でも問題ないとかっていうのなかったっけなんていう話不相当な期間であっても問題ないものなかったかなというふうに思われたのであれば。 えー、それはですね、いわゆる解除のですね、解除の歳国の場合ですよね。解除の歳国の場合には不相当な期間を定めても問題がないと。えー、ですからこの未成年者 など制限行為の力者と取引をした相手方の催告権については1ヶ月以上というふうに厳格に期間を守っていかなければいけないだけれどもその期間が緩い期間が別に不相当であっても問題ないとされる催告は解除の催告これは比較しておくといいですね。でさらにこの「絵に関してはこれ発信主義を取る唯一の民法上の例外となります。えー、発信主義いわゆる この B がその期間内に格闘を発しなかった時ですから最後の1ヶ月の最終日に、A、B が取り消します取り消しますというふうに格闘を発したでもそれが到達したのが1ヶ月を過ぎてしまっていたということであっても最終日1ヶ月の最終日に 意思表示を発してる以上、これ発信主義を取って到達主義を取らない唯一の例外になるということなんです。ね発信主義民法ではあこの例外こちらだけです。未成年者などの、えー、制限行為能力者と取引をした相手方の再国権に対する、えー、格闘再国に対する格闘は、えー、最後の一ヶ月。例えばだから B さんが B さんがあー B さんがとか C さんが 5月1日までに回答をしろと5月1日までに追認するか否か格闘をしろ、ね、というふうに言ってきたのに対してその最終日の5月1日に取り消しますというふうに B が格闘を発しただけどその5月1日の格闘を発したのが届いたのが5月2日だった。そうすると5月1日までに、えー 追認するか取り消すのかはっきりしろと言われているのにその5月1日に取り消しますと意思表示を発したことが5月2日に C に到達したのであればこれ到達主義だと5月2日になっちゃいますからこれは5月1日までに到達してないので、えーえー、この取り消しはできないということになるはずなんですが今回は発信主義を取っていくことから最終日の5月1日に発していればこれは取り消すことができるということになります。 えいうことで、これは発信主義を取る民法上の唯一のこれ、例外ねいうことになりますのでご注意ください。さあ、それでは次にまあ、到達主義が原則で唯一の例外がこの発信主義こ,こちらでまあまあ。 他の法律だと、まあ、一応ありますけどね他の法律だと会社法だと株主総会の招集通知は発信主義になっているので株主総会の招集通知、まあまあ、でもね科目を超えた横断整理ってあんまりやらない方がいいので昔、私も科目を超えた横断整理講義みたいなのやってたんですけどそう,いう収集つかなくなっちゃうんですよ、だから、まあ、ちょっと今、一応株主総会の招集通知も発信主義ですねとか言いましたけどあまり今の民法は民法の中で解決するようにしていただいた方がいいと思います。 じゃあ次に9ページ問題冊子の9ページご覧になっていただいて9ページ9ページのところの、はい、29年の4問目です29年の4問目これ意外に改正点でちょっと気になっていらっしゃる方いると思うので9ページの29年の4問目足の絵,足の絵、えー、こちら。 A が成年非後見人または非補佐人のどちらかだとすると、ね、で B は成年後見人または補佐人である、ね、としましてその前提のもとに A が C の任意代理人として不動産を購入した場合 A が C の任意代理人として不動産を購入した場合において B の同意を得ていない時。 でこれあのすごくよく練られた問題だなと思うんですけれどもちょっとプレゼンターに書きますねちょっとプレゼンターに書きますがこれ任意代理人ってわざわざ言ってるじゃないですか任意代理人って任意代理人というふうにわざわざ言ってるのが実はポイントでして任意代理人と言ってるのがこれあの C さん C さんが。 えー、C さんが本人、C さんが本人とは書いてないのか、あいいのか C、C が本人、C があ例えば未成年者、C があ未成年者で,で、えー、A さん、A さんですね、A さんがあ代理人なんですが、A さんが非補佐人非,非補佐人だということにしておきましょう、非補佐人。ということは、A の補佐人が、えー、これは、あ A の補佐人が B さんで B さんが補佐人であって A が今売買売買は SS はの売買の頭文字セルソールドの頭文字をねこう取っていると思ってくださいでこちらの D さんとの間で不動産の売買を行うでこの時ちょっと皆さん改正13条1項の10号 思い出してほし債権、えー、法改正の際の13条1項10号って覚えてます非被補佐人が A の法廷代理人として被補佐人 A が C の法廷代理人として売却行為を行う13条1項13条1項1号から9号の行為を行う。法定代理人が 非補佐人である別にあの非補佐人が法定代理人であるということは何ら珍しくありません例えば初期の認知症などを患っていらっしゃるね若年性認知症なんかを患っていらっしゃってお子さんがまだ未成年者だという方もいらっしゃるわけですまた認知症じゃなくとも精神疾患等でお子さんがいらっしゃって自分が法定代理人なんだけれども自分が非補佐人であるということは珍しくないわけです でこふうに A さんが非補佐人であって未成年者 C の法廷代理人を務めているとでこのとき C が未成年者でそのお父さんの A さんが非補佐人であるとでお父さんの A さんが未成年者の土地を購入する未成年者 C の代理人として D から土地を購入する。 これ13条1項4号不動産の物件の特装だから13条1項4号の行為を行っていくという時にこの未成年者の法廷代理人が非補佐人の場合に未成年者を代理して13条1項1号から9号の行為を行う際には補佐人 B の同意が必要と。これが13条1項の 13条1項の10号再建法改正で新設された13条1項1号、えー、未成年者の法廷代理人が非補佐人であって非補佐人が13条1項1号から9号の行為をその法廷代理人として行う場合には補佐人の同意が必要と。 13条1項1号から9号いいですよねこれ補佐人が1人で行うことができない行為ですよ補佐人が1人で行うことができない13条1項1号から9号の行為を、えー、他人の法廷代理人として行うときには補佐人の同意が必要になりますよ補佐人の同意がない場合この A が行った行為は取り消すことができると、えー、これが新設された13条1項10号なわけです。 でこの13条1個1号を、えー、うまく、ね、これと引っ掛けてるんですよこの足の絵は。足の絵よく見ていただくと A が C の任意代理人として不動産、えー、を購入した場合において、ね、A が C の法定代理人だとこの問題が起こってしまうから今書いたこの問題が起こってしまうからそうじゃない A が C の任意代理人として不動産を購入した場合において。 B の同意を得ていないときは B の同意を得ていないことを理由としてその売買契約を取り消すことはできないということになりますできないつまり、えー、非保佐人をあえて代理人にしたわけでしょこれ法定代理人じゃなくて任意代理人だったらあえてその人を代理人にしたわけですから あえてその人を代理人にした場合にはこの13条1項10号の問題は起こらないんですなので、えー、ここでは補佐人の同意を得ていないことを理由としてその売買契約を取り消すことができる罰とねいうことになっていきますでこれは成年非公権人でも同じですので成年非公権人でも罰なので足の絵については両方ね、えー、誤っているということになります非常にこの これ任意代理人としてってわざわざ言ってるってことがあ13条1項10項、えー、102条正し書き1 0百2条正し書きも見てるといいね1 0 2条正し書き言い換えたらちょっと見てみていただいて102条の、えー、正し書きの ことをうまくその問題じゃないんだよちゃんと説明をするために任意代理人としてというふうに入れているんだな何言ってんのと思ったらちょっと,ちょっとあの条文見て,み見てみてください13条1項10号とそれから102条ね。えー 法定代理人が非補佐人のときは非補佐人の行為についてですね13条1項9号1号から9号だったら補佐人の同意が必要ですよでも今回は任意代理人だからその話じゃないありませんよそのこと心配しなくていいですよっていうそういうアピールになっているわけです。 さあでは、続いて、えー、11ページのところもご覧になってみてください。ここまでできるかな11ページのこれもよく皆さんから質問を受けるんですよね。えー、11ページのところを見ていただきましてまず足のううですね、う、えー、こちらは B と A との売買契約なんです、今回、B と A との売買契約。で B と A との売買契約なんですがところがあこれ第三者の詐欺が問題となっているということにまず気がつけるかどうか足の腕 A が C 社の従業員から「公薬品はがんの予防に抜群の効果がある」との虚偽の説明を受けこれを信じて公薬品を購入した場合 B がその事情を知りえなかった時でも A は B との売買契約を取り消すことができますか えー、さあ A と B との公約品の売買契約を締結してるんですよ。ちょっと書いていくと書いていきますと13問年の13の1のう13の1のう、えー、C, の C の従業員 C の従業員が C の従業員が、えー、こちら <coughs> A さん飼い主ですね。 A さん飼い主で A さんと B さんとの間のこれ売買に A さんと B さんとの間の売買について C の従業員が詐欺を行いました。えー A が C の従業員から「公薬品はがんの予防に抜群の効果がある」との虚偽の説明を受けこれを信じて公薬品を購入した場合 B がその事情を知りえなかった時でも A は B との間の売買契約を取り消すことができる知りえなかった知らないから善意ですね知りえなかったということはどんなに頑張ってもできなかった知りえなかった。こちら、 こちら知りえなかったときでも売買契約を取り消すことができますかでこちらですねあの、これ、今回の改正によって、これ、B さんが善意無可失、善意無可失なら A さんは善意無可失だと A は取り消しできませんよね、取り消し、えー、罰。でえー B が悪意,、A、悪,意有価質悪意有価質であれば取り消しができると。 というふうふに変わっておりますからこういったそのお第三者の詐欺のところの改正点ですね、改正点、まあ、改正いっ,ってももう皆さん改正後の勉強しかされていらっしゃらないと思うのでそんな改正点って言われてもいやもう,もうそれが当たり前だよと、ね、いうことになっていると思うんですが、A、B が善意無過失であれば A は取り消しすることができないで、A A、B が悪意有過失だったら A は取り消すことができますよとおういう第三者の詐欺において、えー こちらのおこの A はあ B との間の売買契約を取り消すことができる全員無価失なのに A は取り消せるって言ってるからこれは罰ということですよね知りえなかったというのは全員無価失だと言ってるんです。B がその事情を知りえなかった時でも A は B との間の売買契約を取り消すことができると。でこれはですねあるかな

善意無過失じゃなきゃ必要あの保護されないこといやいや善意無重過失であれば、えー、大丈夫なこといや善意であれば足りることっていうあの一覧表、まあこれはまあ初級講座の中でもお渡ししてるんですけど11ページのレジュメのところに書いてありますからこれはあの今回の第三者の,です、ね、第三者の詐欺これは善意無過失が必要の ④「丸四と第三者の詐欺で取り消しできないと相手方が主張する場合。 えー、つまり B が全員無過失だと A は取り消せませんよっていうのはこの11ページレジュメの丸4に載っているということですここをしっかり確認をしておいてくださいじゃもう1個やってちょっと前半おしまいにしましょう、えー、こちらの11ページの問題冊子11ページを見ていただいて同じ足の絵をご覧になってみてください足の絵 十一ページ十三年の一の足の絵です。まあこれよく質問を受けるんで、も毎年毎年ももうこれでもかというほど質問を受けるので、これはもうこの足自体の質問あの解説をしていきたいと思います。えー、これ A さんが本人、E さんが代理人という状態なんです。A さんが本人、E さんが代理人。そう書いていくと十三の一の絵ですね。十三の一の絵。 A さんが本人、B さんがあ B じゃない E さんが代理人、E さんが代理人で、えー、がん予防の薬品の購入を委任し、E が B から E が B から購入してきました。こ、え、う、ー、薬品はがんの予防に抜群の効果があるとの虚偽の説明を受け、これを信じて A の代理人として公う薬品を購入した場合、これが B が 嘘を言っていた詐欺を働いて騙されてすっかりその気になって E さんが買ってきてきししまいまいたで A は抗薬品ががんの予防に効果がないことを知っていたとしても B との間の売買契約を取り消すことができるかつまり A が E に対してがんの予防の薬品を買ってきてほしいという代理権を授与した。 そうしたところ E は B に騙されてがん予防に効果のあると騙されて公薬品を買ってきてしまった。でも A はその公約品ががん予防に全く効果がないことを最初から知っていた。さあこの時騙されたか騙されてないかは代理人で判断する。だから騙されたか騙されてないかは代理人で判断するので今回 E が騙されている以上詐欺取り消しができるというのがこれ101条1。 の原則だったわけですよね。まされたかだまされてないかは代理人で判断するで今回は E がだまされている以上101条1項でで、えー、取り消しできる。ただ101条には例外があったんです例外 A が特定の法律行為を E に頼んだのであれば A が特定の法律行為をおの委任を A が E に頼んだのであれば A があ 悪意である以上騙されたことにはならないよ。ね。A が特定の法律行為をすることを頼んだ場合には A の悪意を考慮する A の悪意を考慮する。で今回なんか何が問題となるかというと A が E にがん予防の薬品の購入を委任したこれが特定の法律行為の委任にあたるのかということなんです。 特定の法律行為の委任に当たるとするならば特定の法律行為の委任に当たるとするならば A は公約品ががんの予防に効果がないことを知っていたわけですからこれは A は悪意である以上取り消せない騙されてないからです取り消せないということになるところが A が特定の法律行為の委託をしたと評価されなければ原則通り E 代理人 E で判断するので、これは E で判断された以上、取り消せる、詐欺取り消しできる。結論どうでした結論これは特定の法律行為を委託したとは評価しないんですよね。特定の法律行為を委託したとは評価しないということになっているわけなんです。で、特定の法律行為をすることを委託っていうのは、薬品名、商品名まで委任をしないとダメだからなんです。 つまり A が E に「公薬品買ってこい」って言ったんだったらそれは「公薬品」という特定の商品名を頼んでる以上これは A が悪意である以上騙されてないとして詐欺取り消しできません。特定の法律行為の購入を委託したんだったらこれは A が騙されていない以上を詐欺取り消しできない。ところが今回は「がん予防の薬品」としか言ってませんから特定の法律行為の委託にはならないならない。 なので原則通り E さんで判断をして今回はだ騙されていない,いと E さんで判断して E が騙されている以上取り消せるです。ということになりますからこちらの取り消すことができる a 丸というふうに答えてみてみくださいよくあの質問を受けるんですよなんでこれ特定の法律行為委託した場合には本人 A の事情を考慮するんじゃないんですか。 いやその通りですよ、その通りなんですが、特定の法律行為の委任というのは、これはいや商品名まで委託しないといけないよ、今回、商品名委託してないから、特定の法律行為の委任に当たらないから、原則通り代理人で判断して、代理人が騙されている以上、取り消せるよと答えてみてください。<laughs> ちょっと一旦あの時間がきておりますので、一旦ここで、えー、終了しまして、後半はあのもうちょっとあの少し内容、しっかりとお話を、ね、していこうと思いますので、一旦ここで10分間の休憩にお入りください。<laughs>